デスクライドの方どうしよう。そうなんですよ。ね。ちょっと気になってね。どんな感じになるか気になりましてね。いえ、もうこれはね結構3000円ぐらいするやつですね。結構お高めなやつですね。あれ、これってもしかしてお話し会と同じじゃない？めっちゃ似てる。お話し会と、あ、ちょっと違うな。ちょっと違う。ちょっと違う。でも多分同じ種類だな。多分同じ感じのね、スイッチとか。話し方でよく見るスイッチがついてる。スマホをつけるところですね。どこにつけるの？どこにつけるの？やっほーい。土台ですね、こちらは。そうだね、スマホもつけれるみたい。まあなんかすごい、なんかちょっと機械の匂いがする。機械の匂いがする。三脚もね、買ったんですよね、一緒に。今日結構大きな買い物をした。なんか時々三脚いるんですよね、配信するときに。新品な香りか。機械の匂いするとか言った。取り付け機。よく見るやつ。これはどうやってつけるん？これはどうやってつけるんかな。これ取るん？これをここのをここにつけるんか。合体させる系じゃなくて、そういうことか。
これはまだいいな。こっちからつけよう。よいしょ。ぐるぐる。ぐるぐる。ぐるぐる。説明書見ない派なんか本当に分からんときは見る派です。でも多分こういうのは大丈夫かなと思ってでも加湿器の時は全く分からなかったけんめっちゃ見たよ。やっぱりこういう系はね大丈夫さこういう系できたか。なるほど、そういう系できたってことはこちらもこういくぜ。えい、あ、でもいい感じ。眩しいわ。おお、なんかいい感じ。いい感じかな。めっちゃ顔はっきりするじゃん。強すぎたらさ目から来てさ頭に来るんですよね。頭痛に来るんけ。こんぐらいの光がいいかな。いい感じ。違うかな。なんか目に輝きがあるなんか目に輝きがある。LED、 LED です。やったー、できたよ。なんかあんまり変わってない気がする変わってる。今つけてるよあんま変わらん気がするね。あんま変わってないよ。まあいっか。
にさ、そういう日もある。でも今日は全然メイクすればよかった。左側の方がいい。全然変わらん。でもなんか目の輝きが違う。ね、気持ちよくなってくる。なんか感じかもしれない。だんだんとなんかいい感じに持ってきた。ね、輝きがあるよ。ありがとう。キラキラ。光軸とかあるの？光軸がわからない。じゃあこれから使っていこうかな。ビューティービューティー。あずきみかんちゃん、 A ちゃん、プーチンさん、ナリバーさん、メガバイトさん、リクトさん、キチネさん、プッチさん、 A ちゃん、クニヒコさん、サトシンさん、ナンバノンシャトさん、ありがとう。サトシンさん、 A ちゃん、クマ、ありがとう。やったおー。のぶさん、大西くん、サトルンさん、キャロットさん、ゆうじろうまるさん、かずひろさん、のぶさん、神戸のマーチさん、ゆうさん、まなつさん、まさひろさん、神戸のマーチさん、ゆういちさん、まさひろさん、くにひこさん、たかおごんやん、えいちゃん、大西くん、 A ちゃん、邦彦さん、ありがとう。せいやんさん、難波のおひさとさん、くま、ありがとう。リクトさん、ジャッキーさん、ありがとうございます。
うすぐで4周年が始まりますね。4周年コンサートが始まりますね。楽しみですね。昼と夜公演ありますもんね。お目目キラキラ、ご機嫌中ご機嫌中です。そうなのですよ。もうあと4日、なんかやっぱり光がちょっと目に来る、ちょっと透明でしょちょっと透明ね。そう、裏配信もあるんだよね。4時からだったかな、裏配信。そう、ミクチャ、ミクチャであります。こんばんは、ありがとう。果たして何があるのでしょうか。ちょっとメンバーがめちゃめちゃなんかアウェー感が私がすごくありましてアウェー感がありまして、フォローした？トレーシングペーパーって何？そうそう、ちょっと謎、謎面というか、私が入ることによって謎面になるんよなんかね、2期生はね、ミホリンとリコチなんですよね。ざわ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 、うん、透けてる髪ないよ、透けてる髪、透けてる髪、私よく絵描きよったな。そう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 、ユニットがね、確かにリコちゃん暴れそうリコちゃん暴れそう、めちゃめちゃアバウトフ私はちょっとどうしよう、存在感が普段から特にないので、まさにそのちょっと濃ゆいメンバーに囲まれ、さらにちょっと存在感が消えてしまいないか、少しねどうなんだろうと思ってますけどでもね、そうね、あ、サーヤン板乗ってらないようにリコチを操縦できる、リコチをリコチをの暴走は止められませんね、ちょっと私も暴れるしかないかもしれん私も暴れようかな より暴走する。暴れ配信、私も暴れだしたらもう
みほりんがもう大変になっちゃうね。みほりんが大変になっちゃうよ。うんうん、ライブ前にみほりんのライフがゼロになっちゃうね。もう偉い。うん、もうみほりんに任せよ。ライブ前なのに。ね、ちょっとゼロにならないようにそこは気をつけます。楽しみでもね、夜ミホリンがすごくね、もうライフがゼロの状態だったらもう暴れすぎたってことになっちゃうからね。今日もちょっとお部屋が乾燥してる、あまり声が出ない。今ライブじゃないよ、ショールームライブはしてるけど。ショールームライブっていうのかな、ショールーム配信もライブでもあるのかな。うんうん、全然大丈夫です。私はちょっと声が枯れてるかなって感じ。先輩方のね、でも先輩方もいらっしゃるからすごく安心してますね。そう、生配信、そうなんですよ。そういう意味ではライブなんですけど。え、これ収録じゃないよ、これ。これ収録じゃないよ。そうそうそう。おっと。収録ではありません。めちゃめちゃ流れつかめてるやん。録画ではございません。なんかね、今日ね、みなみさんがあのレッスン中にみなみさんと話してて、レッスンだったから話してて、なんか今日サーヤンが夢に出てきたみたいな。えっと思って、ミーヒンさん。ミーヒンさん、そう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 、なんか私とリネちゃんがなんか映画に出演してたんだって。めっちゃ面白い。私も出てきた、本当。そうそうそう。映画化。映画化。うん、それをミーヒンさんとミチさんが見てたんだって。そう、私とリネちゃんご飯食べてない。そう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 。だからヨチムって見ますかっていう話になって、私結構ヨチム見るからさ、そういう話をしてました。エチメン見ますよっていう話をね。どんな映画なんだろう、
あんまり詳しくは聞いてないんだけど。でもすごくない？急に私とりねちゃんが映画に出る夢を見られた南さん。ミヒーさん。ミヒンさんも起きてなんだ今の夢はみたいな思ったんだって。面白い。鬼滅可愛いです、ありがとう。ハッピーさん、ありがとう。え、まさかのりねちゃんの妹役なん私。ギフトありがとうございます。夢はね、私も毎日見るんですけどね、最近でも覚えてないな、そこまで。あれ、私見てるかな夢最近。気づいたら寝てるし、気づいたら起きてるし。でも今日は起きて眠すぎて目をうーってしたんですよ。目をぐるぐるって目をしたんよ、起きた時に。そしたらめっちゃいい感じの二人になったんよ。でも今日レッスンしかなかったからさ、あんまり意味ないと思って。今日調子良くてもさ、眠すぎて目をぐるぐるでした。あ、この日が続けばいいのになって思うけどね、毎朝それやろうとしてもね、その時の目のぐるぐるの仕方が違ってね、全然違うんや。どうぐるぐるしたかね、覚えてないし、コツがね、なかなかつかめん。そう、ぐるぐるしないといけない。とか、なんかぐるぐるしててもなんか昼にはもう変わってる時もあるんですよ。だんだんとまぶたが落ちてくるん、私。だんだんと落ちてくるから。でも今日もまだ全然まあ大丈夫。くるくる気まぐれですね。でも今日はあの時と同じぐらいかな、生写真撮影の時のあの袴の和服メイドさんの時の顔のコンディションぐらいかもしれない。そう、重力に負けるのめっちゃ可愛い、やっとめっちゃいい感じ、めっちゃ良くない？こんばんは。ケヤヒーナーさん、ピットアップ。こんばんは、カズーさん、ヒトデさん、ヒトデ。お腹すいた。そうでしょ、めっちゃいい感じ。
でもね、明日にはもう違うだろうな。しまっちさんありがとう。4周年コンサートまで持ってほしい。でもさ、近くで見たら分かるけどさ、遠くで見たらあんまり分からないよね。変わってる？いつもと。そこまで変わってない。近くで見たら分かるけど。切り感違う。そう、右目がね、ちょっとぐるぐるってしたせいでさ、右目がねめっちゃ腫れとるんよ。よく気づいた。右目ってこっちよね。左目はめっちゃいい感じなんですけど、なんか右目がね、なんかここが腫れとる。そこがまたぐるぐるの代償ですね。あかんやん。あかんやん、ぐるぐるすぎやん。ぐるぐるの代償は左右対称にならないこと。でもいいかなと思って、別に、まあ、今日はね。でもメイクで調整したら多分大丈夫。どれもいい感じ。コツが分かんないんだよね。でも今日はすごくいい気分。もう昨日私ね、すごくね、徳を積んだんですよ。徳を積んだっていうか、だからそのそれですかね、今日。来るの早っ。徳を積むのが私すごい好きなんですけど、昨日特に徳を積んだ気がして、そう。早くない？来るの。ちょっともうちょっと遅めに来てほしかった。イエーイできてるよ。ぐるぐるってそのぐるぐるパッドみたいな感じじゃなくて、目をこうぐるぐるでしょ、目てかここら辺を、眠い感じ、眠い時ってこんな線、目を開かせん。何した？うん、4周年コンサートが終わったら言いますじゃん。お楽しみ。やるよね、寝起きとかよくやるよ。しない？目がびっくりだよ。そう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 、お楽しみに。まさとしさん、マシュマロいっぱいありがとう。キャロットさんありがとう。じゃあマシュマロって私いつかは食べてないんだろうな。しのさん、神戸のマーチさん、せいやんさん、かずひろさん、キックさん、いもけんぺさん、ジョイさん、
A ちゃん、ゆういちさん、きちねさん、くにひこさん、ヘリーさん、ありがとう。ジョン・ドゥエさんジョン・ドゥエさん、ナンバのひさとさん、くまジャッキーさん、バルボンさん、ありがとう。マシュマロってなかなか食べないよね。最近食べた？そう、子供の頃ね、子供の頃めちゃめちゃマシュマロ好きやったよ私マシュマロと、なんかマシュマロの中にチョコが入ってるのが好きでめっちゃ食べてた。はじめまして、ありがとう。カス投稿さん、ジェネラシーさん、マシュマロバーベキュー、焼きマシュマロね、焼きマシュマロか、触るのが好き触るのが好き。しのさん、なんか今日はね、久々に買い物してさ、このリングライトを買ったのもだけど、あとあの三脚も買って、あとね、そう、玉ねぎと、あと洋服買ったんですよね。洋服、なんかお話し会がもうすぐあるから、その時の春服を買ったんですよ。今ね、もうね、春服がもう洋服屋さんも春服がいっぱいあって、そうそう、もうね、探しに行った時、なんか服を探しに行った時ほどね、自分のお気に入りの服がなくてさ何でもない日にいつもあるんですけど、だからその時にもう買っとこうと思って春服、で、私はこうお話し会には絶対にこう洋服が必要で、まあ、テーマとかも春服って決めてるから絶対ね欲しいんですけど、もう春になったら夏服だもんね。なんか今のうちだよね、春服って。そう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 、だから今のうちに買っとかないと出てきて思って、より配信しない。そうそうそう、うんうん、キツネさんありがとう。だけね、もう今ね、ちょうど可愛いなと思うのがあったので、なんかね、春服っぽいね、春服が欲しくてそう、春服って本当に春ってめっちゃ期間短いじゃん、多分今の時期なんよね、春って。お話し会がないと、特に私はあのなんだっけな、衣替えが結構疎くて冬服から夏服に変わるまでの壁があんまり分かんなくて、そうそうそう、そうだね、パステルカラーって感じがする、レースとかね。私はちょっと春服は結構白が多いかもですね。めっちゃ可愛いのにね、春服って。そうそう、いつもね、服が欲しくて買いに行った時って全然お気に入りがないから、春服ってもうやっぱり夏服までかな
もうな夏服、もう夏服だねって思う時までが春服かなって思ったらね、いつの間にかね春が過ぎてるんですよね。そう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 。ねえ。難しい難しい、その壁が。私はもう分かりません。僕も分かりません。そうだね、もう本能のままに直感で。確かにその時にならないと分かんないもんね。だからね、今日は春服を買ったんですよ。前置き長春服を買った話の前置きが長すぎた。わからんくていい。春服、うん、確かに最近気温差あるもんね。でね、買ったんですけど、楽しみ。なんかね、結構買ったんよ。何着か、4着ぐらい買ったんですよね。そしたらなんかその4着ぐらい選んだ後もなんか可愛いトートバッグがあったから、トートバッグ見ようとしたらなんかだんだん店員さんがなんか不安そうな顔しててすごい不安そうな顔してて、そしたらなんか、お客様ご予算はお決まりですかって、あ、特に決まってないですね。多分私がこう急にフラッと入ってきて急に4着も選び出したから、この子大丈夫かな多分思われて。多分お金持っとるんかなみたいなって思ったのかもしれんけど、多分予算をそう多分心配されてて、そう4着これ以上買うのみたいな、トートバッグも買うのみたいな。ご予算お決まりでしょうか、特には決まってないです、でも今おいくらでしょうかみたいな。中学生だわ、爆買い中学生って。だけどなんかトートバッグも気になったけどやめた、ちょっとその心配そうな顔だったから。そうそうそう。でも私はお話し会ね、お話し会があるけんこうね買っとるだけでね、確かにこう
ね、そういう使う用途がないのにあんまり買うと確かにちょっと不安なのかなとか思ったりしてこの人か衝動的にこんなに買うって大丈夫かなみたいな。確かになんか衝動的な感じだったよね。なんかそれがちょっと面白かった。最初は全然すごく話しかけてね、あのこのスカートとこのトップスが合いますよみたいな感じですごいおすすめとかねしてくださって、ふむふむってなってたんですけど、その笑顔もだんだんと心配そうな顔に変わっていってからね、この人勧めたら何でも買うやんみたいな勧めてるもの全部買うやんって思えた。うん、かもしれない、ね、すごく優しい方ですすごく優しい方ね、多分そうだよ、提案するものをほねたくさん買い出したから、お腹空いてきた。あ、逆にゆさん聞いていろいろおすすめしたかった。そっち？そっち？いや、私も実はでも私は普段は逃げます逃げますっていうか、自分で決めたいとこもあるから。でも今日はもうね欲しいなって思ってたからね。うん、でもすごい店員さんはなんか今日すごい話なんかこうおすすめしてくださった店員さんもなんかすごいなんかこの商品は今日入ってきたばかりでみたいな今日なんか再入荷してみたいな、お取り寄せしてみたいな、一歩教えてくれてそうそうそう、そう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 、え、怪しい、嘘これ昨日まではなかったんですよ、今日入ってきてみたいな、よく言うセリフなの、嘘なのえ、そうなの、全部信じてたよテーバーなんですか、全部信じてたそうなの初めて知ったよ今本当によく聞くやつ、まあいいさ、
自分が気に入った洋服なので。そうそうそう。私が選ぶやつね、結構最後の一点だったりするんですよね。ワンピースは今日は買ってない。でワンピース大好きですね。ずっとね、私白いスカートが欲しくて、やっとその白いスカート買えたからめっちゃ嬉しい。そう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 、選ぶのは自分なので。とか結構マネキンに飾ってある服とかめっちゃ見ちゃう。イメージしやすくてね。ワンピースは洋服ですよ。今日はねすごい白い服って感じだった。白い白色って感じ。でも白結構買っちゃって、あでも全部白だなって言ったら店員さんが、でも春服は白ですよって。春は白ですもんって言われたから、そうですよねって言って買いました。でも本当に白色の服ってね、何個あってもね足りんって感じがする。うん、なホワイトコード流行ってるの？そう白いいよね。でも最近はなんか無地か柄物かっていう窮地に立たされたら柄物を選ぶようにしてます。あ、境地、うん、境地ね、うん、無地がいい。私もねすごい結構シンプルが好きで、選ぶものがほぼ無地なんですよ。そしたら無地ばっかりになってきて最近はできるだけ柄物選ぶようにしてるけど、やっぱり買うものは選びがちなのは無地ですね。やっぱ無地がねなんかすごくやっぱシンプルでねいいなと思ったりします。そうだね、秋がないというか、そうだね、あんまりね個性的な柄とかだとなんかまた次来たら、あ、前見せたやつだっていう印象を持たれるかなと思って。そうそうそう、あんまり印象に残らないようなやつにしてる。そうそう、でもほとんど柄なんだろう、気に入ったものを買ってますね。同じでもいいの？私いまだにさお話し会でさ、同じトップス？スカートはあるけど、でも同じトップス着たことない。全部ね違う服着てる。謎のこだわり。でもアイドルさんはそうか、
そうなのかな、アイドルさん。しかもお話し会でね、あまりスカートは見えないんですけど、めちゃめちゃスカートとか靴まで気を使ってる。ね、そう、着回しで変わるよね。だからお話し会以外では着てるかな。くだらないととかでは着てる。そう、メンバー同士でね、貸し借りしてるメンバーもおる。私はまだしたことないかな。だがジャージの人、ジャージの人は多分いないかな。そう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 、もっと STU とかね、全身をメールで送ったりしてますね。ももちゃん、ももちゃんの洋服めっちゃ好き。そう、今日はね、そう、さらにね、アウターも欲しいなと思ってて、春のアウター、ちょっとなんかサラサラしたパーカーみたいなやつも欲しいなと思ったけど、ちょっとやめた。そう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 、そうだね、ジャージあんまり着ないですね。うん、そうだね、お話し会では全身見れないよね。マウンテンパーカーかな。そう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 、そう、くだらないともそう、ジャージじゃなくなってね、私服に変わったんですよね。私も春服楽しみ、組み合わせるの。でも一番ずっと欲しかった白のスカートがあったからよかった。確かにサイズが、リュックも欲しいんだよね。リュック欲しいなと思ってさ、ちょっとバッグ屋さんを見たんですよね。そうそう、そしたらさ、なんかいい感じのシンプルなリュックがあって、お、これいいなと思ったら、予想以上のお値段で。なんかね、本当にゆきちさんがお二人ぐらいいて、なぬと思って。でよく見たらなんか羊の皮って書いてあった。羊はすごく珍しいというか、よく見ないなと思いました。そうそうそう、でもなんかバッグとかに、そう、いい、良いやつっていいですよね。そうだね、やっぱりそういう魅力があるんですよ。
なんか今日ココさんと靴も見てて、やっぱ靴欲しいなと思っていい感じの、そういうことかね。軽いんだろうな、すごく。あ、本当？靴見てて、私も靴好きで、すごく見てたんですけど、私も欲しいなと思って。けどね、まだね、めちゃめちゃ一目惚れするような靴はなかったから、ちょっともうちょっとお預けかなって感じ。どういう靴かな、なんかね、そうだね、もう白買ったしピンク買ったし、次は黒かな黒の靴が欲しいな。でも普通の黒いスニーカーとかじゃなくて、なんかちょっと一癖あるものが好きで私なんか他にはないような、あ、スニーカー欲しい。私スニーカーめっちゃ好きですね。あ、別にスニーカーじゃなくてもいいけど、基本的にスニーカーかな。くせもの、なんかね、ちょっと見たことのないようなものとか。なんか今日ココさんと話してたのは、なんかこうそのブランドの靴のブランドの文字とかあるじゃん、それをなんか手書きで書いたようなロゴみたいだったら、なんか可愛くていいですよねって話をしててちょっとそういうちょっと変わった、少し変わったようなのが好きですね。でも別注とか好きですね、いろんな、なんかそういう珍しいのが好き。めちゃめちゃガラガラとかっていうよりかはシンプルでちょっと癖があるやつ。ひらがなで、うん、今日早いです。普通に、そうですね、ポンプヒューリーすごくいいんですよね。わっ、なんかクマが来た、なんかクマありがとう、タカオゴンヤン、クマありがとう。タイヤがついてる靴ってすごい流行った気がする、私が小学校の時ありがとう、おめでタワーです。ありがくまタワー、お誕生日、お誕生日おめでとう、ハッピーバースデー、高尾ゴンヤン、素敵な一年と、あとサーヤン髪タン押しの一年にしましょう信じてます。チャイナタイ3月6日が誕生日でした。お、過ぎてる、おめでとう
ロッティさん、おめでとうございました。え、なんか気づいたら1万5000人いるんだけど。え、びっくりした。ありがとうございます、見てくれてる皆様びっくりした。普通になんとなく話してた、びっくりしためちゃめちゃなんとなく話してた。そうなんだ、びっくりした。え、何の話してた何の話してたかな、気づいたら気軽に見てください。この時間帯すごいね。靴の話してたか、買い物の話してたか。あ、アバターか。うん。アバターね。ありがとうございます。見てくれて。アバター効果すごい。え、玉ねぎの話が良かったん。玉ねぎ忘れた話ね。もう本当にさ、1万5000人の方、もう今はいらっしゃらないと思うけど、そんな大勢の方の前でなんかね、話すこととかもねないので。アバターはなんか星とか、星一つだけでもなんかもらえるみたいです。なんかすごく緊張感なく話してますけど、なべこさん、なべこさん、わあわあ、やっほーい。いつもな感じでいいですかね。あ、なべこさんの誕生日、え、今いないけど今いないけど、おめでとうそうなんだ、ね、素敵な1年とサーヤン神玉氏の1年にしましょう今来ました。あ、今来ましたおめでとうございます。すごいお二人ね、すごい、サンキューの日じゃん。サンキュー、サンキュー、サンキュー。わお、なべこさんありがとうなべこさんありがとう。クマ、クマのなんだっけ、ブーケみたいな。マカロンか、マカロンか、ブーケじゃなくて。
え、サイアンコースターあったの？サンキュー。の日、今日はサンキューなことはありましたか？ビーバースデーってことで、あ、今日な、あ、何？今の季節は入試？今日は高校入試だったの？明日は面接。頑張れー、頑張れー。玉ねぎのね、ひびさんにサンキュー、ありがとう、嬉しい、この配信嬉しい。あ、みほりん卒業式なの今日？そうなの？ねえね、ミキトさんこんばんは、今日はお誕生日なのでお会いできて嬉しいです。サンキュー多すぎ。サンキュー、サンキュー、おめでとう。サンキュー、サンキュー、ハッピーバースデー、サンキューです。素敵な1年とサーヤンね、神友達の1年にしましょう。サンキュー、今日サンキューだね。じゃあ高尾ゴンヤン、お誕生日おめでとう、サンキュー、サンキュー、サンキューでーす。そしてなべこさん、ありがとう、サンキュー、サンキュー、おめでとう誕生日。いや、今日はサンキューだな、サンキューの日だな。クシじゃないや、これは王冠です。パチパチということでね。ヒロッティさん、ジャッキーさん、パトルンさん、コビのマーチさん、キャロットさん、クニヒコさん、大西くん、うっかりあんこさん、ゆきひろたん、ホトシンさん、キチネさん、いたいけパーヤン、いたいけパーヤン、せいちゃん、枝豆さん、天熱さん、ゆきひろたん、くまのキューピット、ありがとう、くまキューピット、アーツさん、かずひろさん、えいちゃん、きちねさん、ありがとう、神戸のマーチさん、メガバイトさん、ありがとう。中学校の卒業式もあるの。あらららら。卒業おめでとうございます。では、始まりの季節ですね。直樹さん、ありがとう。そっかそっか、
マナツーのサムガーリースイカボーイさん、ありがとう。ね、すごいめちゃめちゃ見てくれてる、いろんな方が。国彦さん、ありがとう。そっかん、そっかそっかん。ホタテさんもありがとう。始まりの季節ですね。新たなスタートですね。タイヤありがとう。ケオットさんありがとう。なんかいろいろあるのかな。今んとこポテチも食べてないし。いい感じですね、今のところ。山ちゃん初見です、ありがとうございます。高尾さやかです。ハトシンさん、ありがとう。お、えらいよって。ゆきこと、こんばんは。ね、まずは4周年をね、盛大にお祝いできたらいいなって思います。真似してポテチしたの、一緒にしたんだ。でもすでに食べたいって。食べり。え、クッキータワーなの、ハドシンさん。偉いでしょ。ね、初見の方多い。クッキータワーなの。盛大に4周年ですもんね。ゆきことなり、ゆきゆき、全然みんな食べていっぱい、何でも食べてください。どうなの？